トサマルは、日本国有鉄道四国総局空港選択管理部に、在籍した、客はじめ車両都線。線名不麻座、JQDH。瀬戸丸型車載客船3隻の老朽取り替えと、増え続ける、価格需要に対応すべく建造された、伊予丸型4隻の第二線で、三菱重工業下関造船所で1966年3月30日。 竣工し、4月16日より就航した。同型船には、イオマルアワマルと、サヌキマルがある。JR 四国空港連絡船とサマルイオマル型は、全長が89.40メートルと大型化された、上、乾板室が、船体全体にわたって設置されたため、旅客定員は1800名と大幅に増加した。車両は、船出見下ろしで、 船内の軌道は3線で、和無換算で二で27両積載。航海速力15.25ノットで、宇野港高松交換を60分で、航行可能であった。客室が2層構造となったことから、その上の操打室は全球の初代、サヌキ丸より一層高いレベルとなり、また操打室の全周にわたって、窓が設置され、混雑する微山瀬戸での360度の見張りが、 可能であった。操舵室の位置も、初代、サヌキマルより、前方に設置され、軽線ウィンチや選手防波板の開閉、ヒーリングポンプの操作もここから行われた。このため、選手部を欠落したようなユニークな船型となった。狭いな構内における良好な操縦性確保と、潮流の速い海域における安定した、進路維持を両立させるため、選手を、 横方向へフルバウスラスターと、主軸回転数一定のまま操舵室からの翼角の遠隔操作のみで、前後進、速力調節が迅速にできる、可変ピッチプロペラを2機装備し、各プロペラ直後に舵を配置する2枚舵を採用したのは、イオマール型の多線と同様であった。出力2310馬力で、回転数毎分600回転の指回が2台、2軸で、 主軸回転数を毎分250回転に落とすための減速機は流体次付機のものを装備していた。客室配置はイオマル型の多線と同様で、客室は車両看板の天井にあたる客室看板とその上の遊歩看板にあり、客室看板では選手側の3分の一がグリーン選室で、二人掛けリクライニングシートが並び、大きな窓を配置して、 前方展望を確保した。中央部の3分の1と、線尾側の3分の1の2部屋は普通船室で、リクライニングしない二人掛けシートが中央部では、前向きに、線尾側では後ろ向きに設置されていた。遊歩看板には、周囲を大型ガラス窓で囲った展望室があり、選手側3分の1は、ソファーのあるグリーンスペース、線尾側3分の2は、 ベンチを置いた普通スペースであった。両舷側には、廊下状の遊歩甲板、船尾部には、広々した、露天甲板で、立ち食いのうどん屋があった。船体下部は、土佐の黒潮を表す紺色に塗られていた。当初の船籍地は、国鉄本社所在地の東京であったが、1987年4月1日の四国旅客鉄道の発足に伴い移籍し、船籍地も、 本社所在地の高松に移した。1988年の瀬戸大橋線開通による、右光航,航路普通便の廃止により、同年中に、常石造船に売却、改装されて、当時国内最大規模のレストランクルーズ船、サウンズ・オブ・セトに大改造された。サウンズ・オブ、瀬戸マリン・パーク、境ヶ浜は1989年開閉島の、 博覧会に合わせて4月に開場し、サウンズ・オブ・セトはここを拠点として、常石造船の子会社アイランドクルーズラインにより、運行された。島並ロマンチッククルージングとして、当初は、マリンパーク、境ヶ浜から、瀬戸内海の島々を巡り、四枠諸島の吉島を結ぶ航路であった。しかしホッチは、尾道市、福山市双方の中心街から遠く、 途中の道路も全般に渡って狭く、特に観光バスが簡単に行ける場所でなかったため、集客が難しかった。そこで小道に死後初岸壁を出港し、境ヶ浜を経由、多たら大橋の下をくぐり島並海道を巡り、小道へと寄港する航路となった。戦場映画館にて小道を舞台とした映画、あの、夏の日を先行公開したりもしている。 その後の道からの航路も客足が伸びず、チャータークルーズとして全国に借り出されるようになる。1995年の阪神、淡路大震災の際には、常石造船の子会社、甲子園高速フェリーとの関係から救済に向かうこととなり、砂港に停泊し避難宿泊施設として使用された。1999年10月に営業停止。 2000年10月に、インドネシアに売却された、サウンス・オブ、瀬戸改装後の要目、鉄道連絡線2 0 0年の功績202ページ、右航連絡線78年の歩み121、338ページ。ありがとうございます。